応援つなぐプロジェクトのバトンを受け取りました。大阪府大東市教育長の水野達郎です。応援つなぐプロジェクトは全国各地のさまざまな地域で懸命に生きる人たちを応援するプロジェクトです。応援メッセージというバトンを渡しながら情報発信などの主体的なアクションを呼びかけるものです。私が応援したい人たちは全国の教育委員会の職員の皆さんです。私自身今年の春から教育長の職を預かっておりますが、就任初日から今日になるまでコロナウイルス感染症対策に忙殺されているのが現状です。おそらく全国の教育委員会の職員の皆様も同じではないでしょうか。私たち教育委員会は子どもたちの未来を預かり可能性を育てることが仕事です。コロナ禍におきましては行事が例年通り行えなかったりと本当に苦労の連続だったように思います。学校の先生方よりも直接的に子どもたちにその努力が伝わりにくいかもしれませんが、今も皆様の地域の子どもたちの学びが継続しているのは皆さんの日々のお仕事の賜物だと思います。本当にお疲れ様です。コロナ禍において子どもたちの学びの継続のために工夫を凝らした経験をプラスに捉えて、引き続き子どもたちの笑顔のために頑張っていきましょう。そして3月には皆様の地域の子どもたちがコロナで今年大変やったけれどもなんやかんやでいい経験できたなと思えるように引き続き全力で取り組んでいきましょう。つなげよう応援の輪、大東市教育委員会教育長水野達郎でした。